私もう大丈夫だから、今日から学校来るからよろしくね。なんかみんなにすごく迷惑かけちゃったよね、ごめんね。ううん、ごめんじゃないや、ありがとうだよね。お母さんね、もう仕事に復帰したの。中井さんたちもすごく協力してくれて、なんだか前よりうまく回ってるみたい。私無理してたのかな、何でも自分がやらなきゃって思いすぎてたのかも。あれから自分のこととか少し冷静に考えられるようになったと思う。でもなんか恥ずかしいな、自分でも見たくないと思ってたことみんなに見られちゃったし。うん、そう思いたい。ゆきこー、あ、ちえ、じゃあまた後でね。お待たせ。知恵はお蕎麦の方だよね。サンキュー。ほう、この匂いたまらん。部活前のこの一杯のために生きてるね。うん、これあとどんくらい待ち？全然まだよ。で、なんだっけ、ああ、ユキコに事情を聞くんだったよね。なあ、天城さん、嫌なことを無理に思い出さす気はないんだけど、改めて聞かせてほしいんだ。さらわれた時のこと、やっぱ何も覚えてないのか？うん、落ち着けば思い出すかなって思ったけど、時間が経つほどよくわからなくなっちゃって。ただ玄関のチャイムが鳴って誰かに呼ばれたような気はするけど、その後はもう気づいたらあのお城の中で。ごめんね。謝んなくていいって。けど、やっぱその来客ってのが犯人？どうだろうな。もしそうなら相当大胆だぜ。玄関からピンポーンなんてさ、目撃者がないか警察も洗ってんだろうけど、あんま期待できねえな。すぐ身元割れるようななりで歩き回んねえだろうし。なんでこんなことすんだろう。そこまでは犯人に聞いてみなきゃわかんねえな。けど一つ大事なことがはっきりした。人が次々向こうに行ってんのは偶然じゃない。こっちにいる誰かがさらってテレビに放り込んでるんだ。こいつは殺人だ。ああそうだ、言ってなかったな。俺とこいつで犯人あげちゃうことにしたからさ。この事件、正直警察には無理そうだけど、俺らには力があるからな。私もやるからね。あんな場所に人放り込むなんてさ、もう絶対ぶちのめす。知恵、私もやらせて。どうしてこんなことが起きてるのか知りたい。それにもし自分が殺したいほど誰かに恨まれてるなら知らなきゃいけないと思う。
もう自分から逃げたくないの。よし、じゃあ全員で協力して捕まえてやろうぜ。でも、どうやって犯人探す？今んとこ手がかりなしだよね。狙われたの、私で3人目だけど、これで終わりなのかな？もし、次に狙われる人の見当つくなら、先回りできない？先回りか。なるほどな、いいかも。じゃあ、今までの被害者の共通点、挙げてみようぜ。1人目、女子アナの山野真由美。2人目、小西咲先輩。3人目、天城由紀子。全員の共通点は。だな、あと女性ってことか。女性ばっか狙いやがって、許せん。きっと変態ね。あとこれは、2人目以降の被害者も1人目に関係してる。あ、そっか、由紀子も小西先輩も山野アナと接点があった。確かにそうだよね。とすると山野アナの事件と関わりのあった女の人が狙われるってこと？とりあえずはそう考えられると思う。で、これも多分だけど、次もしまた誰かいなくなるとすれば、雨の晩に例のテレビに映るのかな。ユキコの時もそれっぽいの流れたし。最初のうちははっきり見えないけど、重要なのはいなくなる前に映ったってことだ。まるで誘拐の予告だぜ。あれが何なのかは分かんないけど、今は当てにするしかない。次に雨が降ったらか。ところでそれもうできてんじゃね？おっと、そうだった。いただきます。なあ先生、一口、とりあえず一口味見。うっさいな、あんたも買えばいいじゃん。とく、一口だけだかんね。ちょっと食べる？俺マジ腹ペコの子羊の気持ちわかるわ。うわー！何してんのおたくら！具ごと全部イカれてんじゃん。お、お揚げ。何したか分かってんでしょうね。いやいやいや、待て、ごめん、悪かった。代わりに肉、肉を動くから。肉だぞ、肉、聞こえてる？肉？お揚げ。まあまあ、ユキコ、肉で手打とうよ。カップ麺なんていつだって食べれるし、ね。油身少ないのなら、いいよ。よし、競技の結果肉で許す。脂身少ないのってフィレ？あーはー、フィレ肉。なんて芳醇な響き。フィレ、フィレ、フィレ、フィレ肉。おい、もちろん同罪のお前も強制参加だからな。いやー、ほんとちょうどよかったぜ。今日から始めたんだよな、ビフテキ。うちとしても名産広めんのには協力したいし、それに立派な鉄板もあることだしさ。焼きそば屋の鉄板じゃん。まあいっか、肉は肉だし、フィレ肉とはほど遠いけど。ユキコ大丈夫？苦手なんじゃない？うん、悔しいから食べる。でさ、さっきの話だけど、結局犯人ってどんなやつなんだろう？山野アナだけ見れば動機は恨みっぽいよな。不倫相手の奥さんとかさ。
でも柊美鈴ってアリバイがっちりでしょ。旦那さんとも前から別居中らしいし。そうなのか。お前やけに詳しいな。じゃあ2件目だ。小西先輩は1件目の死体の発見者だった。犯人が同じだとすれば、先輩が狙われたのは。うん、俺もそう思う。例えば何か証拠を握られちゃったとかでな。でも犯人はテレビに入れただけだよね。警察に捕まるほどの証拠なんてあるかな。それなんだよな。しかし田舎は退屈そうだと思ってたら信じられないことばっかだな。おっと、新メニュー発見だ。あれ、この前の刑事さん。あれ、君堂島さんとこの。そうだ、ちょうどよかった。うん、堂島さん今日は定時で上がれるからって奈々子ちゃんにも伝えてくれる。どうも、足立です。堂島さんの部下っていうか相棒ね。お仕事大変そうっすね。え、ああ、世間は面白がってるみたいだけど僕らはそういうわけにもいかないからね。あの、やっぱ小西先輩が狙われたのって口封じなんですか。あ、いいとこ疲れちゃったね。あ、いたたたたたたなんて。もちろんその辺は僕らも考えてるさ。彼女、山野アナの遺体発見後に殺されたでしょ。もし口封じだとすると、彼女以外の人が見ても証拠だとわからないものが遺留品にあったとかね。とすると犯人は小西咲に非常に近しい人かもしれないよね。柊美鈴の周りからは何も出ないし。あ、僕の推理いい線いってるかも。あっと、また喋りすぎ。今の内緒ね。まあ犯人は警察が必ず捕まえるから。それじゃ。あー、確かに警察には任せておけないな。わ、しまった、肉がげんなりしてる。肉肉うるせえよ。ここ本当にテレビの中なんだ。あの時のクマさん、夢じゃなかったんだ。ユキちゃん元気？クマね、ユキちゃんとの約束守っていいクマにしていた。そっか、えらいえらい。まあこのクマ吉のためにも犯人見つけようってことになってさ。私も仲間に入れてもらったの。一緒に頑張ろう。うわ、一緒に頑張ろうって思ってたクマだから、ユキちゃんに用意してたクマよ。そっか、みんなかけてるのこれなんだ。ありがとうクマさん。本当だ、霧が晴れて見える。ところでさ、なんでそんなにメガネ持ってるわけ。よくぞ聞いてくれたと言いたいですぞ。これクマが作ってるクマよ。クマはここに住んで長いから、ここで快適に過ごす工夫は怠らないクマ。へえ、でもクマさんはメガネしないの。おっと、それ聞いちゃう。またまたいい質問クマ。何を隠そう、クマはこの目自体がレンズになってるクマ。知らなかったクマ。知らねえよ。何に対して興味ない的なふりして意地悪してるクマか。クマはすごく器用クマよ。見るクマ、指先がこんなに動いている。わからんわ。いて、あれ、何か落ちたよ。うわーい、それちょっぴり失敗したメガネ。あー、これ
ちょっとユキコ？どう？やったー！ユキちゃん、それ気に入ったクマ？鼻ガードついてるし、私これがいい。おやめなさい。困ったな。それ本物のレンズ入ってないクマよ。こんなことならちゃんと用意しておけばよかったクマ。なんだ、残念。はい、次はチエね。はあ？しょうがないよ。流れこれ。あ、天城さん出たよ、ユキコの大爆笑。私の前以外ではないと思ってたのに。こんなメガネじゃ操作になんでしょ。っていうか、どう考えたって鼻は受け狙いじゃん。みんながクマを置いてくから暇すぎてこんなことになるクマ。まあでも天城が元気出たみたいでよかったよ。うん、の顔おかしい。つもり苦しい。お腹痛い。ユッカと5日だな。4日と5日なら、まあ、休み取れそうだな。本当？本当？なんだよ、疑ってるのか？いつもダメだから。ま、毎年じゃないだろう。ジュネスに行きたいんだったが、近所じゃなくても少しくらい遠くたっていいぞ。本当？旅行？まあ、たまには旅行もいいかもな。どこもめちゃくちゃ混むだろうけどな。やったー、旅行。よし、わかった。どっか考えておかなきゃな。お前どうする？一緒にどっか行くか？うん、みんな一緒に行こう。七子は一緒がいいみたいだな。七子、お弁当持って行きたい。ああ、そうだな。いつも惣菜飯ばかりだからな。けど俺は作れんしな。七子も一人で弁当ってのはまだ無理だろう。けど大丈夫か。今年はこいつがいたんだったな。やったー、お弁当。Ready?
行こう。ねえ。あれ？うん、別に。違うよ。そうだよ。ねえ、そっか。
つまんない。じゃあね。お帰りなさい。Thank you.
あら。
あら、今日未明、稲葉北にある稲葉信用金庫の ATM が重機で壊され、奪われる事件がありました。現場に乗り捨てられた重機は、近くにある土木業者から盗難届が出ている車両でした。犯人は警備会社が来るまでの非常に短い間に犯行を終えて逃走しており、警察では…うん、遅いね、お父さん。もし、お父さん？うん、大丈夫。うん、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 分かった。変わってって。お休み、取れなくなったって。お前か。悪いが今日遅くなる。戸締まりして先に寝てくれ。それと4日と5日の休みの件なんだが、実は若いのが一人体壊してな。抱えてる事件の内容からいくと穴は開けられん。俺が出るしかなさそうだ。すまんな、急なことで。七子はどんな風だ？悪いが気にしてやってくれ。じゃあな。
よかった、いるじゃん。ね、今日暇なら遊び行かない？ユキコも来るし。ななこちゃんも一緒に行く？いいの？もちろん、いいに決まってんじゃん。ゴールデンウィークだってのに、こんな店でじゃ奈々子ちゃんかわいそうだろ。だって他ないじゃん。ジュネス大好き。奈々子ちゃん。でも本当はどこか旅行に行くはずだったんだ。お弁当を作って。お弁当、奈々子ちゃん作れるの？へえ、家族のお弁当係、すごいじゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん。へえ、お前料理とかできんだ。確かに器用そうな感じあるけどさ。私も何気にうまいけどね。多分お弁当ぐらいなら言ってくれれば作ってあげたのに。うん。いや、ないわそれは。なんで無理って決めつけんの？じゃあ勝負しようじゃん。ムキになる時点でバレてるっつの。てか勝負って俺作れるなんて言ってねえよ。あーけど不思議とお前には勝てそうな気がするな。それわかる。ちょ、ユキコ？じゃあ奈々子ちゃんが審査員かな。この人ら奈々子ちゃんのママよりうまいの作っちゃうかもよ。お母さんいないんだ。事故で死んだって。ちょっと花村。そっか。ごめん、知らなかったからさ。ななこ平気だよ。お母さんいなくてもななこにはお父さんいるし、お兄ちゃんもいるし、今日はジュネスに来れたし、すごい楽しいよ。そっか。お姉ちゃんたち、いつでもななこちゃんと遊んであげるからね。うん、遊ぼう。よし、ななこちゃん、一緒にジュース買い行くか。うん。小さいのに偉いね。意外とうちらの方がガキンチョだったりして。よし、あたしもななこちゃんになんかおごってあげよう。お兄ちゃん、何かいる？
ニョン。行こう。
やった、階段だ。敵2体、頑張れクマ。ゴーゴー、行けクマ。
敵は三体クマ。油断禁物ね。頼むぜ。敵ダウン。マット。いいよスケ。敵ダウン。いいよスケ。敵がダウン。よし、これでおしまいよ。宝箱。ようこそベルベットルームへ。あら、何なの？
ようこそベルベットルームへ。にもシャドウか。敵は2体クマ、やっつけり。いけいけ、頑張れ。ふう、汗かいちゃった。あれ？宝箱じゃね？
せていたい。先生チャンス。敵残り1体クマ。敵がダウン。よし、張り切っていこう。観念しろ。しぶとい。ユキコ、任せて。階段ね。早く行きましょう。沈縮だ。とちめろくだ。勝負。しぶて。敵は一体。ゴーゴー。ドラ。消えてしまいなさい。
祝いたい。ゴーゴー。くそ、倒れねえ。倒れねえ。
よし、うん、はぁ敵2体が増援クマ、やっつけろ光いい調子だよ。ガーガーガー、お疲れクマ。さて、オッケー、どけどけ、こんな感じ。
階段があるね。先に進みましょう。
シャドウか。敵火炎攻撃は。敵残り一体クマ。ソラ。勝負。ペガサ。くそ、倒れねえ。倒れねえ。ドラ。考えるな。ドラ。
ごいぞ。頑張れ。ちいちゃん無双クマ。こいつを
誰かこいつをお願い。決める。はい。ユキちゃん敵撃破。その調子。いけいけ頑張れ。終わった。
りな。しーちゃん、ふしょう、助けてあげて。倒せない。敵は一体、ゴーゴー
勝負。ペラスナチェッ、しぶてえ。
先頃稲葉北の ATM が重機で壊され持ち去られた事件で容疑者逮捕です。逮捕されたのは重機盗難を届けていた会社の元作業員プメナ・スシン容疑者26歳です。警察の調べによりますとスシン容疑者は、ただいま。ったく病欠で何日穴開ける気だ。ほんと最近の若いのは。おかえりなさい。ナナコ悪かったな、また約束破っちまって。あのね、お兄ちゃんたちが遊んでくれた。そうか、ありがとな。あ、ジュネスの袋、何？もう見つかったか。ま、今日は5月5日だからな、ナナコにプレゼント買ってきたんだ。やったー。あ、服だ。選ぶのにえらい時間食ったけどな。気に入ったか？なんか変な絵が描いてある。変なの。やったー。するとお前にもあるんだ。子供扱いってつもりはないが、ま、公平にな。ま、取っとけ。そのうちいるだろうと思ってな。さて、じゃ飯にするか。よし、おはよう。チックショー直したのにまたギコギコ鳴り出したよ。そうだ、あのさ、こないだ悪かったな。ほら、ナナコちゃんにさ、ナナコちゃん見てさ、事件なおさら解決しなきゃって思ったよ。お前もな。そういや、里中と天城も最近なんか変わったっていうか、距離縮んだよな。そういやお前ってさ、まあいいか、長話してると遅刻するし。はあ、それはそれとして学校だりーよな。俺チャリこんなだし、都会と違って道めちゃ空いてるからついスピード出しすぎんだよ。はあ、しょうがね、バイクの免許取るまで歩くわ。
あー、なんでもう終わりかな、連休。けど平和でよかったじゃん。ジュネスでバイトしてるとおばちゃん層の噂話聞けるけど、何も起きてないみたいだしさ、誰かが失踪みたいな話はなし。もしかして天城の事件で終わりなのか。うん、わからない。でも犯人がまだ捕まってない以上安心はできないと思う。雨が降ったらまた誰かがテレビに映ったりすんのかな。犯人像とかもう少し何かわかればな。こうなると雨が降って誰かが映るまではジタバタしてもしょうがないじゃん。天気そろそろ崩れるらしいけど、私的には来週いっぱい持ってくんないかな。来週中間テストじゃん。ああ、言っちゃった。それ考えたくねえ。はあ、私もユキコみたく天から二物を与えられたいよ。ねえ花村、ユキコにいろいろ教わった方がいいんじゃない？ん？あ、そういや天城、学年でトップクラスだもんな。個人レッスン頼んじゃおうかな。個人レッスン？え、どうしたの？言って、そんな叩くとこですか？勉強教えてって言っただけなのに。あ、ごめん、勉強か。親父ギャグなのかなって。最近変なお客さん多いから。ギャグと思ったならなおさら流せよ。ごめん、手が勝手に。やれやれ。っていうかこれ、里中が勉強教えてもらえとかいらんこと振ったからじゃね。なんで私のせいになんのよ。あんたが個人レッスンとか微妙な言い方すっからでしょ。な、10割俺かよ。あ、私そろそろ帰るね。Still I can, still I can, oh baby.
南エリです。それじゃあどうも。おう、里中、例の清流伝説、新しいの買ってきたぜ。名作価格でキュッパーだよ。これなら肉おごんないで即日返しゃよかった。明らかに近づいてるっしょこれ。あれ、お前意外にも雷怖い子。うっさいな、だって当たったら一撃死じゃん。ビビりすぎだっつーの。こういう日はあれじゃん、逆にカンフーの特訓とかすると盛り上がんじゃね。雷ビカーンってなって新しい必殺技とかできちゃうぜ。 DVD にもあったろそういうシーン。ムカつく、人の気持ちも知らないで。どうせ雷落ちんならこいつに落ちろ。あれ、停電。里中が落ち度とか言うからだぞ。こりゃさっさと退散してバイトだな。俺、今日の食料品の売れ行き次第じゃ今週のバイト代に移動つくかもしんねえんだ。この天気じゃ客足少ないかもだけど、バイク貯金のために頑張らねえとな。チーフからだ。もしもし、お疲れっす。陽介くん、あのさ、実は雷でお店が一部停電になってさ、今日早く来れないかな。
冷蔵棚が全部止まっちゃって、こりゃ食料品フロアは早じまいだわ。え、そんじゃ、俺の給料。とにかくさ、片付け手伝ってほしいんだ。頼んだよ。待って。なんでこっち見んのよ。なあ、もう、なんでこうなるんだ。ねえ、ユキコ、もう帰ろう。知恵、こんな話知ってる？ある女の子が宿題を忘れて夜中の学校に忍び込んだんだけど、トイレに行きたくなってね、明かりの消えた女子トイレに無理して入ったの。そしたら誰もいないはずなのに、手洗い場の鏡に。待った、何の話？え、階段。確か知恵好きじゃなかった？なぜに今？うん、よかった、君がいて。はあ、いっそもうリーダー様に家まで送ってもらえよ、里中。どこにしてる？仕方ねえだろ、そのテンパり具合じゃ。あ、着いた。ほら、帰るよ、ユキコ。you